皆様こんにちは。こんにちは。火曜ダンジョン超地獄級に挑みます。アレスパーティー、フレンドは何かの素材ですか？うずめ、はい、素材なんですよ。万人がゴーレムの素材なんですよ。そうですよ、育てたいって書いてましたもん、日記に。3体欲しいんです。多くないですか？まあ、ゆっくり行こうかなと。はいはいはい、はい、ていうか、1回もクリアしたことないんで。え、あ、そうだったんですね。1回もクリアしたことない。以前動画上がってたのゴーさんの端末でしたね。はい、行きましょう。はい、挑戦。おーし、スキルを貯める。はい、いきます。はい、削らないようにね。多分ね、全然削れないんじゃないかな。やっべ、意外と削れる63万ですからね。意外と削れる。まあ、まだまだ大丈夫。あ、おお、オッケー。いいハートだ。いい回復だ。いきます。はい、やめろやめろやめろ。ああ、いい回復だ、うん、いい回復。ただ 50% だな。いや、やるか。もうかなりかなり削らないと。多分 30% ぐらいですよ、多分ビッグランって。あ、マジ30%ぐらい。じゃあまだ行こう。あ、もうでも赤は消さないでくださいね、うん、ハートはもう2万5000あれば耐えられるよね。耐えられます、2万5000。いや、そうそうそう、この自動回復26720。オッケーオッケーオッケー。いきます。はい、オッケー。お、まだ通常攻撃ですね。まだ通常。はい、いきます。あと2、うん、まだ通常かな。まだいいんじゃないですか。まだ通常ですよ、うん、この感じは。へい、もう行こっかな。はい、次先生があるからね。そうですね、9573ですね。2バトル目の先生、ちょっと柔らかめで殴ります。はい、列も決めない。はい、まあ、あと3ありますからね。ただただかなりいきそうだな。今落ち込みも含めて結構あったぞ。倒すなよ。よーし、オッケーオッケーオッケー。ギリギリセーフ。いいじゃないですか。これまた回復しながらいきます。はい、落ち込んでない。あー、怖い。いや、いい回復だ。ナイス回復。あ、なんかいいですか。落ち着きましたね。倒したか。よし先生。ただもうかなり来てるんで。溜まってる溜まってる。いきますかね。どうしようかな。行くべきか行かざるべきか。まあ、ハート2コンボもありますし。ハート2コンボするか。回復もしながら行きます。はい、うん、うん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 、いい回復だ。うん、火が少なすぎるんで普通に行きます。はい、で一回受けましょう。受けましょう。おお、いいね。今のところかなり順調。はいはいはい、こっからじゃあもう徐々に攻め出そうかな。はい、徐々に攻め出します。いきます。いい回復ラッキー。結構いくんじゃないですか。いや、ただ水だから。ああ。これなんだよ。水やりますね。
まだもうちょっと受ける感じですね。はい、もうちょっと受けるというか普通に攻撃だね。いきます。はい、おお、回した。オッケー、あら乗ってきた。多分これでも、うん、いかない、いかないと思う。おお、おお乗りましたね。結構予想外。はい、回復をがっつりしておきたいよね。回復しましょう。次の光の番人からいきなり先生が1万6000になりますから行きます。はい、おーラッキーラッキーラッキー。あ、一撃じゃないかで先生だ。はい、でここから HP がグッと上がるんだよね。はい、148万9000。あと3回復もしたいな。回復したいですね。でも通常攻撃が22,505です。でかいな。はい、消します。いろいろ。そうですね、そうですね、これ、ま、これすごいな。はい、いろいろ消しに行きます。ハートを呼びたい、呼びたい。はい、行きます。はい、いいハートだよ。いいハート、いいハート、いいハートではある。通常攻撃これ2万ぐらいいくんだっけ。22,505です。最悪、生き殿、もう生き殿使うか。え、ここで次もどうせ溜まる。あ、うん、溜まると思う。どっちにしろ、ここ抜いていくっていうのはないですか。抜いていく、ハート2コンボ、あの村雲とか使って。次先生で死んじゃうよ。あ、でもダメだ、ダメだ、ダメだ、ごめんなさい、失礼、回復はしないとダメです。うん、エキドナを使うか否か。まあ、使うなら早い方がいいです。そのたまり直すことを考えて。うん、そう思う。今一回行ってみるわ。はい、行きます。はい、どれぐらい回復するか。結構回復するね。うん、回復はした。ただ次2万だっけ。22,000。エキドナを使います。はい、威嚇ゾウ相当な真剣勝負だぞ。そうですね、参ります。あらまあ、回復来ねえな。回復が来ないな。いきます。はい、どうだどうだ。結構いった。おー、いったいった。いきます。はい、うん、おおお、落ちてきた。回復もいっぱいで全開。ただ生き殿は使ったで倒しちゃいそうだなこれ。あ、まだ大丈夫。強えなこいつ。もう食らわずに行きたいな。ここでですね、いっそのこと。ただ村雲は使いたくない。行きます。はい、あーダメだ、一回食らうか。あ、これやばい、これは食らえない。セーフ。危ない危ない。あ、そっか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 
あとさん、あとさん、エキドラはもういない、倒すしかない。そうですね。で次の先生は、次の先生は黄金の場にはございません。アマドラシールド、闇属性の攻撃を回復するですね。癒しのコブ使います。ここで回復力 1.5 倍、3体以内に倒す覚悟、3体以内に倒す覚悟、回復力が 1.5 倍になりバインド状態を打たかす、あ、簡単にするってことですね。これ使って、そう、絶対倒すで次に突入する、うん、あ、ちなみにボスに行くと11194っていう攻撃が2回連続で来て、その後111940っていうのが来るんですよ、うん、もう何をやっても耐えられないやつ。だから2ターンで倒さないといけない。11194は2回別に受けられるじゃないですか。受けられる。その時に癒しのコブで、癒しのコブを使うっていうのは、むしろここで満タンにして液道のためた方がいい。あ、なるほど、威嚇効くよね。お、液道のためよ、液道のためます。じゃこの22,505は受けるんだ。受ける、闇のね、うん、はい、いきます。お、いきます。23,000いった。ハートをあえて消さなかった。食らうぞ。22,505。一回食らうぞ。はい。まあ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 。まあ大丈夫でしょう。はい。HP 高いんで。オッケー。おお。はい。からの。からの。からの。個人的にはもう癒しのコブ使っちゃった。癒しのコブね、しますか。あと3ターン。使っちゃいます。はい。癒しのコブ。発動。いきます、はい、うまい。さあこれで手ごわい、削れないっす、うん、強えな。参る。はい、さあこれでどうだ。かなりの回復で次で倒すしかない。次で倒すしかない。火がこんなもんだな。村雲使うしかないな。村雲の一列からの攻撃対戦、火発動。村雲の一列を作りたいが遠いな。遠いですね。遠い。いきます。はい。参る。こっから行きます。やべ、やべ、失敗した。ありがとう。これで可能性は？可能性はある。可能性ある。可能性はある。うわー！ちょっと今のあー、よし、はい、エキドラを使います。はい、威嚇。もう受ける気なしですね。なし。黄金の番人からね、パンチ受けないですね。受けよっか。闇が3ターン吸収あるから。そうですね。1パンチ2パンチ、2パンチ受けれるから。11,194ね。2パンチ受けれるから受けようか。真央先生ありがとう。受けた方が再び生き殿の威嚇で最後村雲が復活する。
2パンチ食らいます。2パンチ、はい、光が3個、闇が光が4個、闇が2、4、6個、はい、闇をどうしようかな。闇を闇が6個か。光がたくさんあると嬉しいんだな。闇だけ消します。参ります。光が3、3、闇消し、はい、しゃあ、1パンチ。光が3、3、このままだと2列になりますと、はい、おお。一ドラからのアレスで、うん、火と光と闇の3色になるんで、それで半分ぐらい削りますか。わからない。いや半分。今1パンチだよ ね、まずね。今1パンチきました。ハートだけ消そうかな。うん。もう1パンチ。もう1パンチ。いきます。はい。もう1パンチ。2ターンですから。あ、2ターンか。2ターンに1回攻撃ですか。びっくりした、はい、2ターンか、はい、光が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個か、ちょうどいいな。今9あるのか、はい、もう闇吸収も終わりましたね。で、村子も1でしょ、はい、9だから3,3。もう1個欲しいのか、なるほど。そうすると卵閉じができるんだね。かけます。上で木を1コンボ消します。あ、でパンチ受けながら、はい、いい盤面。光が1個落ちてきた。完璧。これでいこう。はい、よし、威嚇発動。で、この盤面ストロベリーシャワーからの、あ、木は1個しかなかったか。組み合わせで考えていたからそのまま使ってしまった。だったら村子も用に取ってくれよかった。損した。ダブル攻撃対数。ほう、なるほどね。ここからですよ。はい、そうですね、閉じれる感じになってるんですね。閉じたいね、うん、だから閉じるには上がな、難しいな、はい、下で斜めが入れば綺麗に閉じれる。あ、その可能性にかけるか。上をね、綺麗にここに入れて。あ、待てよ、ね、この闇でいこうかな。ただうまくあそこ下が斜めで抜けれる自信がねえな。はいはいはい、何持つのがいいんだろう。行ってみるか。かけます。ここから、はい、行きます。参ります。よろしいか。はい、行くぞ。はい、うーわ、うまい。やばい、やばい、今のはやばい。これだ。やばい、うますぎる。これは、これはね、今のは行ったよ。これは、これは行ったよ。もう一回のやつ。あれ、ちょっと待って、何が起きた。あれ、何が起きた。ちょっと待て待て待て、まさか、まさか、まさか。HP が 50% 切ってた。50%、 どういうこと。あ、うずめ、うずめさん 50% 未満だと 3.5 倍にならんね。いや、だってうずめ 50% 来てないじゃないですか。え、なんでこんなにダメージ与えなかったんだ今。え、700万ですよ。でも700万にしてももっといってるはず。そう、少なすぎる。これはちょっと後でリプレイものだな。これ検証、検証、今何が起こったの。これ明らかに半分当ててたよ。半分、うん、私も半分言ってた。これ明らかに半分言ってた。半分当ててる感じですよ。待って、おかしい。何かがおかしい。なんで、なんで、どういうこと。
事態を把握できていない、うん、ちょっと残念ながら事態を把握できていない。これ比結構あるから1列プラス数でいくか。ここはあえて使わずに、はい、あと4ターンあるから。参ります。ここからこれでどれほど？どうなの？どうなの？え？いや絶対さっき。さっきな。10%きっと切ってたんだ。うずめさんが、うずめさんが言ってなかった。きっとそうだよ。それしか考えられない。だって今の削れ方を見たら、明らかにさっき超削れてましたもんね。どう見ても。大失敗。失態。あー。ソニア行こう。警戒小竜人。火、闇、発動。そうか、うずめそうなのか。2個余りか、うん、列の方がいいよね。列2列の方がいいよね。いや、列ですよね。このパートもしかして列強が少ないの？いや、そんなことない。うずめさんも持ってる1個、芝に比べると少ない。はいはいはい、いきます。こっから行こうかな。参ります。これで、うん、さあ振ってこい。どうだ。あと2。うずめさんマジなのか。うずめだな、やっちゃったな。そうなのか、大失態をしたな。ワークしてた、すいません。うわー、うずめ、なるほど、 HP だったんですね、うずめさんの。いきます。はい、いけるかな。参る。ここからもうちょっとコンボ作りたかった。あ、防御力も結構高いこの人。9000とかですよ。9250。ぐなな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 、あと1。あ、攻撃耐性比。いきます。いや、これは最初のやつが、うずめのリーダースキルを完全に調子に乗って飛ばした。あ、なんか結構いけるかもというか、いや、はい、かなり最善の。ただだ、そっか、最初のパンチ2発食らう時とかも、はい、そうか、私もそうですよ、ね、違ったんだな。そう、パンチ2発に対しての所作、ほんとそうだな。来週は頑張る。うずめごめんなさい。うずめ、うずめさんごめんなさい。あなたは、あなたは悪くない。ちゃんと覚える。ごめんなさい、本当にごめん、すいません。来週は頑張る。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方は
チャンネル登録を。ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を。何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。